So what's a mayagare hoshi yo? Ichido dake kagayaite, hikari wo terashite. Umei no sora wo kakeru, kotsujin no hikari ga futaru wo kaete iku yo. もう一度、俺が奴と、用意と戦う。用意が現れるとき、人の思いが必ず関わる。だったらその人を殺せば用意はなくなるのか。身分や貧困や偏見も人が作ったものだ。ならそれも人を殺せばなくなるのか。俺たちの役目は、人殺しなのか。ここじゃない、どこかを求める心。俺には裁けない。できることは用意を倒すことだけだ。待て、勝手な真似はさせない。ま、とにかくやってみるか。もっと別の、ここでないどこかの黄金の国。私も行く。やれやれ。厳罰、お前さんも来るのか。何せ人を殺したことがある人の言うことだから重みがありますよ。私も悪い夢は見たくない。あんたたち、俺たちの道具はどこだ。この娘は私にお任せください。すぐ済みます。それで騒ぎは終わる。いいんですか、あなたのお父上は。父のことは承知で養子に入った。あなた方には感謝している。しかし彼らの邪魔はさせない。いい覚悟だ。だが不守備となれば。万死改め書の取り潰し、覚悟しております。甲斐の神様におかれましては、もともと万死改め書を設けるに反対であられたとのよし。それが叶いますな。私がもう一度舞う。奴は前に引き寄せられる。あなたの舞はもともと神に捧げられたものですからね。用意は神みたいなものだ。ひどいこと言いやがる。今度こそ奴から綾髪を引っ張り出す。奴の本体を見つけることができれば。異国の神に綾髪があるのか。全てのものに名前はあります。それが示す力もね。
かもな。余計なことを思い出しちまいましたね。私を殺めたことなんぞずっと忘れてりゃよかったんだ。そしたらあの娘を生贄にしても平気でいられたか。違いますか。そろそろ薬が冷める頃か。ケツアルコアトルは見たいのか。そんなに鳥居様たちの攻めが辛かったのか。私のせいだ。奴に綾髪はないのか。見えなくなってるんですよ。見えない？どういうことだ。私の綾髪を見つけてください。何？私なら何とかできるような気がするんです。さあ、ユキさん。ダメだ。どうしたんです。綾髪を抜いた妖異はみんな消えていった。ユキヤツさん、勘違いしちゃありませんか。私は七時なんかじゃありませんぜ。あんたは七時を殺した。それが耐えられなくて異界の力を使った。今の私はあんたが作った、あんたの中の雲七だ。おい、やめろ。アザル！あなたたちにケツアルコアトルを倒させたりしない。私とケツアルは一緒にケツアルの国に帰る。そんな国どこにもない。伝説にあるケツアルコアトルはどこかの国に追放されまた帰ってきたか。違う、ケツアルを連れてきたのはお前だ。作ったのはお前だ。
どこかに本物の神様もいるかもな。だけどあいつはお前が異界の扉を開いて作ったものだ。俺の雲七と同じに。分かってた、分かってたの。あの時暴れ回るケツァルを見て、あれは私だった。人の姿はしているけど人ではない。私もそうだ。私は違う。どこの国でも私は。だから全部壊してしまいたかった。そしてどこか別のところへ。お前は異なるものか。そうよ、あなたもそう言った。違う。人は一人一人異なる。だけどだから平凡なただの人間なんだよ。俺もお前も。嫌だ。俺が七時を殺めた時、俺は言った。死にたくねって。その程度の人間だ。別の世界に行って帰ってきたからって、だからって格別何か違うわけじゃない。お前もそうだ。私はケツアルコアトルを、神をもてあそんだ。あんな化け物を作ってしまった。誰でも罪を犯す。あいつもどいつもこいつも。だけどそれでも明日にはまた生きていかなきゃならない。罪の償いをして、はい、それで幕。そんな芝居みたいなことはこの世にはないんだ。お前はそれが嫌で異界に逃げようとしているだけなんだよ。そんなのずるいじゃないか。汚い真似をして、それでまた何も知らないふりをして生きていくなんて。それが大人だ。もっと汚い真似もできる。私は嫌だ。あんたみたいに自分の罪をこんな形で。中に隠れる竜の姿を表しているという。竜とは天地を司る神。もしケツァルコアトルが邪悪な蛇ではなく竜に化身することができれば。雲七だ。雲七がケツァルコアトルと一体になって押さえつけるつもりだ。それでいいのか。お前には見えていた、大切な友達だったんだろう。クモシチ、クモシチ、thank you.
怪しども。しかしとにかくあの用意の危機は去りましたな。異界に帰ったのでしょうか、あの用意も。消さないのか。ああ、せっかく用意してもらったがな。事情を知らない奴に見られれば不眠扱いされる。侍だと言っても信じてもらえないぞ。ずいぶん心配してやるんだな。私は迷惑なだけだ。迷惑をかけないように気をつける。じゃあ連れて行く。ああ、あちらで。私も久しぶりに羽を伸ばすか。いやらしい。好きにするがいい。だが竜道、それはただの干渉だ。不眠であった証を消さないということは、自分の昔を忘れたくないということだろう。俺はただの不眠だ。それを忘れないだけだ。悪かったな、お前さんを守ってやれなくて。何せ俺たちも不眠同然。お上に睨まれればすぐにしょっぴかれちまう。はい。オーマ、ほら、選別。どこに行くかは聞かないよ。聞かない方がいいからね。もうすぐそこだ。なんだかみんなウキウキしてる。そんなに楽しいところなの、吉原って。ユキ、おい、見つけた、見つけたぞ。お城からはっきりと聞いた。おめえ確かに昔人を殺めたらしいな。逃げおったってすごい金ぜ。逃げてない。逃げてなんかいないよ。この人は忘れなかった、自分のしたことを。ずっと自分の罪を見つめていた。それって辛いことじゃないのか。なんでそれ。すまないな親分、だがこれ以上俺に関わると怖いことになるぜ。やめときな。なんだと一体誰に向かって。おしの、もう帰りましょう。母ちゃん。おめえの子か。15年は長いね親分。私はとっくに七次さんのことを忘れてた。雪圧さんを見かけて七次さんのことを忘れてた自分に腹が立ったんだよ。いや、だが罪は罪だ。どんな気持ちなんだろうね、自分が殺めた人と幽霊とずっと一緒にいるって。用意につきましては天に消え、それを連れてきた異国の娘も怪しの判断によって処断いたしました。初段か。だが、それでいい。鳥居につけ込まれること、ないようにな。は。この吉原じゃ、女はどれも白塗りだ。一人ぐらい変わったのがいても、わかりゃしませんよ。だが、カムロは、やがて客を取るんだろう。預かり物ですから、そんなことはいたしません。桜、もうそんな頃かい。この吉原から女は勝手に出られぬ決まりだけど、毎年こうして江戸中から見事な桜が集まりますのさ。どうしてこんな。そりゃここが夢の国だからさ。黄金の国。おい、そんなものは。でも、そう見える。こんな浅草の外れなら
誰も来やしません。ケツアルコアトル、よかったな、元の姿に戻れて。クモ七のおかげだな。あいつはお前と一緒になって、お前をこの世にいられるようにしてくれた。俺にはもうこれだけか。そうですかね。ここですよ、ここ。江戸をまたじら出来損ないで、二人揃ってなんとか竜になれたようなもんで。異界に帰り損なったか。言ったでしょ。私はあんたが作ったもんだ。ここが居心地いい。異界になんか帰りゃしません。男が女に早変わり、騙す舞台を狐が笑う。どんな時代、私の足は。蜂の話、狐芝居。